大友駿河マロは、奈良時代の苦行。大納言、大友美ゆの孫。父は不詳だが、三義、大友兄マロと推定する文献もある。官位は、正四義上、三義、増樹三味。君党は、君三党。商務長の天平を15年中5位下に助せられ、天平を18年に越前守るに任せられる。 天平法事元年に発生した立花奈良マロの乱においては、無本に加わったとして、死罪は、免れる者の処罰を受け、その後、長く不遇を囲った。後、罪を許されたらしく、聖徳長末の神後経由に4年5月に、1五以上、出雲守に除任される。 公認庁に入ると急速に昇進し、同年10月の同天皇の即位に伴い聖護医下に、さらに、日ご守るとして、戒厳の昇随白亀を献上したことから聖護医上と、続けて少女され、翌放紀2年に14位下に除せられている。放紀3年には、道の桑あぜに任ぜられるところを意による衰えを、理由に一旦辞退するが、天皇から適任者は、 駿河麻狼しかいないとの強い希望を受けて、民間を受け入れ、正四位下に除せられた。放棄四年道の国鎮守将軍を兼ね、放棄五年にはエゾ政党に関して処置を創上する。当初朝廷では消極的な態度をとっていたが、七月に政党実施を決定し、八月上旬には万能諸国に対して遠平を発するように命じている。 8月末になると、駿河マロは一転して、エゾの侵略は警備である上に、草木が反応する季節で、軍事行動に不適であるとして、軍事行動の中止を求める。そのため、この守備一貫しない相乗について、駿河マロは、朝廷から検跡を受けている。10月に入り駿河マロは、道の区国塩山河村まで進行して、大きな戦果を上げた。 法規6年9月に三義に任せられて苦行に列し、同年11月には、反乱を起こして、物う上へ攻め寄せた映像を鎮圧した功労により、聖四義城、君三党に除せられ、贈布として、足犬三十匹と、布百端が与えられた。法規7年7月7日即居。最終官位は、三義聖四義城道の桑瀬知見鎮守将軍。 即日13位の増位を受けた。万葉集に和歌作品11首が再録されており、その中にある大友坂の上のイラツメとの総門下に、妹の坂上に上都の婚約を暗示する節がある。直線歌人として、俗古今和歌集にも一首が取られている。俗日本記による。駿河麻呂の子孫を、三河友之氏につなげる系図もある。 三河智野氏は、五三年の役で活躍した智野助見を出すなど子孫が反映するが、智野氏系図では、駿河マロの子に、子孫たと記されていることが、三河智野氏が駿河マロの公営であることを示している、可能性もある。ありがとうございます。